異能力者って何？見ていればわかる。お前の言う通りだ。かつてこの腰には刀剣があった。政府に列する詩人でも俺も台本を読んでいなければわからなかった。え、僕だけが特別なんてどうしてそんなことが起きるのさ。都会にはこんなにたくさん人がいるのに。それはお前が異能力？その力は一別しただけで真実を見抜く能力。本当は何も分かってないだけ？てる。例えるなら、エビとタイだね。被害者と加害者が逆転する。つまり、彼は加害者ではなく、被害者なんだ。そして、被害者は最初からここにいた。これが逆転劇だ。さて、ここで当然の疑問。そのおじさんが何者で、なぜ誘拐されなければならなかったのか。それはもちろん、さあ姿を現せ、打点せし者。あれは少し前に血を抜いたからだ。脈拍をごまかしたのは芝居で使うシリコンゴムの爪。彼も共犯だね。それが僕にとって演劇を極めることだ。よっ、立派だと思うよ。誰にでもできることじゃないと思う。ところでさ、客席のみんなの顔見てごらんよ。ここに来てる人たちには2つの共通点がある。演劇を極めるってことになるのかな。ランプ、このメガネすごいね、おじさん。そのことなのだが、このメガネと僕の異能力があれば向かうところ敵なしだね。先生方、お疲れ様です。真相を見抜いた理由が僕が異能力者だったからなんて。あ、僕元気だけど。今回お前は観察と推理から真相を見抜いただけだ。異能力を使ったわけでは。何言ってんの。僕が異能力者だって言ったのおじさんじゃん。ねえ、異能力者でもないのに事件の真相を一瞬で見抜けると思う？警察は今の警察者になるのは楽しみだな。おじさんと一緒だと長くなりそうだから、僕一人で先に行くね。分かった。また後でね。